皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや、一つの操作について、ちょっとだけご紹介しています。今回のテーマは、列の絞り込み、列の削除と列の選択、他の列の削除の各コマンドについてご紹介します。それでは、早速始めましょう。 取得したデータソースには不要な列が含まれている場合があります。不要な列は早い段階で削除しましょう。列を削除して絞り込む方法には次の3つの方法があります。1、削除したい列を事前に選択して、列の削除アイコンをクリックして選択列を削除する方法。2、列の選択は気にせずに、 列の選択コマンドをクリックして、列選択ダイアログで削除する列のチェックを外す方法。3. 残したい列を選択して、他の列の削除コマンドをクリックして、選択列以外を削除する方法。どの方法を使っても、クエリ作成時の結果は同じです。しかし、運用して、データソースに変化が発生した場合に、違いが起きます。 クエリは将来エラーが発生しないように作成することが大切です。そのために3つの方法の違いをご紹介しましょう。1つ目の方法は、事前に削除したい列を選択して、ホームタブの列の管理グループにある列の削除アイコンをクリックして、選択中の列を削除する方法です。 このボタンはアイコン部分と文字の部分が分離したボタンになっています。文字の部分をクリックしても列の削除コマンドがありますが、アイコン部分をクリックする方が便利です。コマンドを実行すると、適用したステップに削除された列が追加されます。そして、数式バーにはテーブル、 リムーブコラム図関数が記述されます。この方法の最大の特徴は、削除する列を選択していることです。そのため、数式にも、削除する列名がテキストとして記述されます。つまり、ここに記述された列がなくなった場合には、このステップはエラーが発生するということです。二つ目の方法は、 選択している列は利用しませんので、どの列を選択した状態でも問題ありません。ホームタブの列の管理グループにある列の選択アイコンをクリックして、列の選択ダイアログを表示して削除する列のチェックを外して、列を削除する方法です。このボタンもアイコン部分と文字の部分が分離したボタンになっています。 文字の部分をクリックしても列の選択コマンドがありますがアイコン部分をクリックする方が便利ですコマンドを実行すると列の選択ダイアログが表示されるので削除したい列のチェックを外して OK をクリックします OK をクリックすると 適用したステップに削除された他の列が追加されます。え、列の選択じゃないのそうなんです。コマンドの名前とは違いますが、実行したことは確かにチェックを入れた列以内を削除なので、間違ってはいません。数式バーには、テーブル、セレクトコラム図関数が記述されます。これは、 列の選択コマンドらしい関数ですね。この関数では引数として残す列である A 列と C 列が指定されていますね。つまり A 列と C 列がなくならない限り他の列がなくなってもこのステップはエラーにはならないのです。ここまで紹介した2つの方法を整理すると 列の削除コマンドは指定した列を削除するコマンドなのでデータソースに列が追加された場合に追加された列を削除したくない場合に利用します一方列の選択コマンドは指定した列以外を削除するコマンドなのでデータソースに列が追加された場合に追加された列を削除したい場合に利用します 二つのコマンドの特性を理解した上で使い分けてくださいね。三つ目の方法であるその他の列の削除は事前に残したい列を選択してもう一度言いますね。残したい列を選択するんです。その上でホームタブの列の管理グループにある列の削除の文字の部分をクリックして 表示されるメニューから他の列の削除をクリックするか残したい列を選択して選択した列の見出しの上で右クリックして表示されるコンテキストメニューから他の列の削除をクリックして実行しますコマンドを実行すると 適用したステップに削除された他の列のステップが追加されます。このステップ、なんだか見覚えがありますね。そうです。列の選択コマンドを実行した時に追加されたステップと同じです。今回は他の列の削除コマンドを実行しているので、順当なステップ名ではありますが、ステップ名が同じということは、 もしかしたら。やっぱりそうですか。記述される数式も、列の選択コマンドと同じ、テーブル、セレクトコラム図関数が記述されるんですね。それはそうですよね。列の選択と、他の列の削除って、言い方は違いますが、結果は、全く同じことですものね。そんなわけで、列の選択と、 他の列の削除は、どちらを使っても同じですよ。と言いたいところなのですが、実は、この二つのコマンドにも違いがあるんです。その一つは、使う上での利便性ということなんです。そうです。残す列が多いか少ないかで、どちらのコマンドを使った方が便利かが違うんです。 残す列が少ないときは、残す列を選択して、選択した列の見出し上で右クリックして、表示されるコンテキストメニューから、他の列の削除を使う方が圧倒的に便利です。残す列が多いときは、列の選択コマンドで、列の選択ダイアログを表示して、 削除する列のチェックを外す方が簡単です。列の選択と他の列の削除にはもう一つ大きな違いがあります。それは削除後の列の並びです。列の選択コマンドでは削除後に列の並びに変化はありません。数式にも 元の列の並びに応じて残す列が指定されています。しかし、他の列の削除コマンドでは、残す列を選択した順番に、削除後の列が並び変わるのです。数式バーの赤枠をご覧ください。残す列の指定が、選択した列の順番に記述されています。これにより、列の削除後の列の順番が入れ替わるのです。 いかがでしたか今回は列を絞り込む方法についてのご紹介でした。お役に立ちましたら高評価をよろしくお願いします。Excel の正しい使い方チャンネルでは今後もシリーズちょっとだけよを追加予定です。動画作成の励みになりますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。